どうも皆さん、アイナです。本日ご紹介するのは、日本の女優界を華々しく彩ってきた一人、森下愛子さんです。本名は吉田佳代、旧姓は武田。1958年4月8日東京都武蔵野市の生まれでございます。高校は麹町学園女子高等学校を卒業した彼女の生活は、早い時期から一人の強さと独立性を必要としました。身長は160センチメートル。スリーサイズはバスト80センチメートル。ウエスト58センチメートル。ヒップ84センチメートル。1979年3月時点。と、スタイルも抜群でした。彼女の両親は彼女がまだ保育園に通っている頃に離婚し、その後彼女は父と会うことはありませんでした。その後、母親が都市銀行の寮母として働き、母と一緒に寮で育った一人っ子でした。そんな厳しい環境の中でも、彼女は自身を高めるために多くのチャレンジをしました。高校1年生の時、山手線のホームでスカイコーポレーションの社長にスカウトされ、モデルとして芸能界デビューを果たします。そして、その美しさと個性はすぐに注目を集め、CM タレントとして活動を始めました。芸名の森下愛子は、字画数にこだわった母が命名しました。彼女の人生を刻んだ名前は、一瞬で多くの視線を引きつける魔法のような力がありました。1977年には映画、地獄の天使、赤い爆音で女優デビューを果たし、続いて1978年に出演した映画、サード、で体当たりの演技を見せ、ますます注目を浴びました。その美しさと演技力、そして恐れ知らずのパワフルなアクションは観客の心をわしづかみにしました。しかし、彼女の人生は順風満帆だけではありませんでした。1986年にシンガーソングライターの吉田拓郎さんと結婚後、体調を崩し、1988年から芸能活動を一時休止します。しかし、彼女の芸能界への情熱は決して消えることはありませんでした。1999年、映画、美しい人、で復帰し、2000年以降は工藤官九郎脚本の作品に常連出演していました。さらに、2003年に吉田さんが肺がんの手術を受けた際、彼女は精神的に支え、良好な夫婦関係を築き上げてきました。しかし、2020年4月30日、彼女の公式ウェブサイトは閉鎖されました。その1年後、2021年4月9日に放送されたラジオ番組、吉田拓郎のオールナイトニッポンゴールド、で吉田さんから、1年前にリタイアを決断している、と報告されました。彼女の人間性については、3歳から始めたバレエへの情熱から彼女の芸名がバレリーナの森下愛子さんにちなんでいることが伺えます。代表作。昭和54年、1979年12月22日、森下愛子の代表作とされる映画、トラック野郎、故郷特急便が公開されました。菅原文太主演のこの映画は、東映制作、配給によるトラック野郎シリーズの10作目で最終作となります。物語は東京から高知への旅を描き、フェリーサンフラワーで出会った歌手小野川由香の歌に一目惚れしたトラック野郎星桃次郎と彼の相棒である松下金蔵の物語を描いています。彼らは高知へと旅立ち、ふみ子と出会います。ふみ子は病気の母を抱えながらドライブインのウェイトレスとして働き、生活を送っています。物語はさらに進み、ふみ子の同僚からふみ子の母、沢の病状が悪化したことを知らされた桃次郎が、ふみ子と母娘の思い出を紡いでいきます。ゆかの歌に涙しながら最後を迎えた沢の死により、ふみ子はさらなる試練に立たされます。その後、ふみ子の前に土佐犬を連れた若い男龍二が現れ、彼がふみ子を待ち続けていた人物であることが明らかになります。しかし
リュウジとフミコの初対面は母親の死によって暗い影を落とします。物語は次々と転がり、リュウジの復讐、桃次郎の戦い、そして岩瀬との決着を描きながら、登場人物たちの人間ドラマが展開されます。その結果、リュウジは父親と和解し、フミコと思いを確かめ合います。一方、桃次郎はユカに再起をかけます。その後、ユカに大きなチャンスが訪れます。アメリカの大手レコード会社のディレクターに見出され、大阪の梅田コマ劇場で歌うチャンスをつかみます。しかし、ユカが結婚に応じたと誤解した桃次郎は、彼女を本当の夢に向かって推し進める決意をします。一番星号に乗せられたユカは、トラック乗りに復帰したジョナサンとリュウジのサポートを受けて船の時間に間に合います。そして梅田コマ劇場で南国土佐を後にして、お歌うユカの姿が描かれ、映画は締めくくられます。トラック野郎、故郷特急便は、友情、家族の絆、愛情、復讐、和解、夢の追求といったさまざまな要素を組み合わせ、視聴者に深い感動を与える作品です。パーソナルな情報、ウニイクラサケ丼や鶏煮込みラーメン、ビーフストロガノフ、そして甘い杏仁豆腐まで、多彩な味覚を楽しむ彼女。しかし、家で作る料理は夫が好きなシンプルな和食が多いそうです。彼女は40歳を過ぎてからアルコールを飲まなくなりました。そして38歳の頃から約2年間精神的にバランスを崩し、胃の調子も悪化。一番体重が減った時はなんと30台まで落ちてしまったとのこと。1988年にはドラマの途中降板を余儀なくされ、その後約10年間はほぼ専念的に主婦業に専念しました。それでも健康状態は比較的安定しており、風邪をひくことはめったにありません。一方で腸菌がんという苦労も抱えています。個人的な時間をどう過ごすかというと、寝ることが好きだそう。そして家事は嫌いと公言しています。現在彼女は東京都港区に住んでおり、気に入っているのは焼き鳥の鶏しげるとレストランキャンティのようです。森下さんの学びの経験としては、料理、茶道、英会話、そして着物の着付けを習ったことがあります。人柄については、熱しやすく冷めやすいと自己評価しています。そして世間話や近所付き合いはあまり得意ではないようです。20代前半の頃、4年間交際し結婚を意識した彼氏がいました。結婚当初、現在の夫である吉田さんから門限を設けられていました。遅くなった時は泣いて謝ったとか、夫とは別々のベッドで寝るという得意な習慣も。専業主婦時代は夫の早寝早起きに合わせていましたが、仕事再開後に、家事はできる時はやるけど、できない時はできないと夫に宣言しました。夫との性格や感覚の違いはあるものの、別れようと思ったことは一度もないと語っています。夫との共通の楽しみといった、ハワイへの旅行、出発1ヶ月前から荷造りをして着る服のパターンを事前決定するなど、計画性を持って楽しんでいます。彼女の人間関係を見てみると、友人には小泉今日子さん、一緒に映画やドラマで共演した人々との深いつながりがあります。そして憧れの芸能人は浅田美代子さん。吉田拓郎さんとは美容院で出会い、彼からの一曲 I'm in love レクドカレ、結果結婚に至りました。彼らは今でも拓郎、かよと呼び合うそうです。それではもう一度、素敵な写真の数々をご覧ください。
素敵な女神や素敵な作品を紹介していきます。ぜひチャンネル登録、高評価いただけますと動画制作の励みになります。それではご視聴ありがとうございました。